どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、ゲーム実況者で一番ね、僕が多分ストレス溜まってると思うんですよ。だからこの僕がどうやったらストレスを発散できるかなと思ってちょっと考えてみたんですよ。そしたらここにね、ここに何かあれば、なんかイラついた時に何かね、ここにあればゲームで得たストレスを発散できるんじゃないかなと思って、今日は行ってきました。ちょっとこれを買ったんだ俺。これね、あったらマジでもうストレスなくなるんじゃないかなと思ってんだよね、マジで。あっ、なったらここパーンって殴れば、パーンって殴ればもう全て解決するような気がしたんで、じゃあ早速開けていきまーす。うーわー、出たー、中身なんだこれ。これ必要か？ちょっと待って、ちょっと待って、おい、サイズ間違ってんだろ、ふざけんな、全然入んないんだけども、やば、ちっちゃ。え、マジでこれはないんだけど、これ、ほら見てこれ、みんな全然入ってないのって、ほらちょっと見て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 、ほらこんな指しか入ってないんだけど、何これ、こんなん殴れないんだけど。大変。これでボクシング CH のストレスは解消されるってことなんだよね。え、デッドプールじゃん。え、デッドプールじゃん。デッドプールじゃねこれ。思いっきりデッドプールなんだけど。今死ぬタイミングじゃなかったか、大丈夫か。ストレスが溜まったらやむを得ん殴るって感じね。ただただ殴るじゃなくて、うん、それは当たり前。オッケー、やばいな。一人なくてよかったわ。